皆さんこんにちは、心理カウンセラーラッキーです。今回のテーマは不安を消す技術ということで、不安に襲われること誰にでもありますよね。顔に出来物ができたけど悪い病気じゃないかしら、最近会社の業績が悪いけどリストラになったらどうしよう、大学受験に落ちたら私の人生どうなるのとかね、考えても仕方がないと分かってるのにぐる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 考えが止まらない、悪い妄想がどんどん大きく膨らんでいく、そんでもって食事が喉を通らない、寝ても眠れないなど、自分ではどうすることもできないというのが不安の特徴。この厄介な不安をピタッと止めることができたら嬉しいですよね。今回はそんなお話。ではどうすれば不安を消すことができるのか。結論から言ってしまうとこちら。不安のメカニズムを知ればいいんです。手品も裏のからくりが分かれば誰だってできるようになりますよね。それと同じで不安もそのからくりが分かれば誰だって簡単に止めることができるようになる。というわけで今回は不安のメカニズムと不安を消す二つの方法。この二つを順番にご紹介させていただきます。今回ご紹介します方法は心理学の王道のやり方。基本中の基本ですね。ですので、あっと驚くようなことではありませんが、効果のほどは心理学のお墨付き。覚えておけば必ず役立つ時が来ると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。というわけでまず一つ目の不安のメカニズム。ちょっと想像してみてください。10万年前の原始人。山で食べ物を探していると、目の前に一匹のヒョウが現れました。こちらを睨んでいます。やばい、ピンチだ。危険を感じると、脳の扁桃体という部分が興奮します。すると、扁桃体は自分に対して命令を下します。逃げろ、もしくは攻撃しろ。これが不安な時に現れる、いても立ってもいられないという嫌な症状。逃走反応。さらに戦闘態勢に入るために扁桃体はノルアドレナリンとコルチゾールという2つのストレスホルモンを分泌させます。すると呼吸が早くなり心臓はドキドキ、滑り止めのために手のひらには汗をかく、筋肉は収縮し震えが来る、血管も収縮し顔面蒼白、瞳孔は開き焦点が合わない、脳の前頭葉が働かなくなり頭が真っ白に、あと今すぐ必要のない消化機能を弱めてしまうため食欲がなくなったりお腹が痛くなったり、さらに免疫機能を低下させ風邪をひきやすくなるなど、これらが不安な時に現れる身体症状。さらにあともう一つ、扁桃体はちょっとおバカさんなところがあって、自分でストレスホルモンを出しておきながら呼吸や心臓が速くなると、これまた非常事態だということで、もっとストレスホルモンを分泌しろと命令する。自分でやったことを忘れちゃうんですね、扁桃体は。で、これを何度も繰り返すことによって、ストレスホルモンの濃度がいつまで経っても下がらない。薄まらない。だから不安な感情はいつまで経っても消えない。考えないでおこうと思っても、いつまでも考えてしまうというわけです。これが不安のメカニズム。何いらんことしてくれてるのって感じですよね。最初にも言いましたが、不安は逃げるか攻撃するために必要な感情。でも今の時代は獣に襲われることもないし、人間同士であれば言葉がありますからね。なんとかなる。つまり不安は今の時代に不要な感情。もちろん多少の不安はモチベーションになりますからね。大切ですけど、顔面蒼白になったり、頭が真っ白になるようなひどい不安は邪魔になるだけ。いらないんです。そのため不安のことを不要残留本能と呼んでる哲学者もいます。ではね、この不安という不要な本能を消すにはどうしたらいいのか。もうお分かりだと思いますが、扁桃体を落ち着かせる。ストレスホルモンの濃度を下げる。これができれば不安は消えていく。ここまでは OK ですね。というわけで続いて不安を消す2つの方法。まず1つ目はこちら。運動。特に足を使う運動がおすすめ。ウォーキング、ジョギングはもちろんですが、近所を一周散歩するだけでも OK。自転車でコンビニに買いに行くとかもね。というのは、不安は今すぐ動けという扁桃体からのサインですからね。動けば扁桃体は安心する。もうピンチは脱出したかなと。これね、魚を見るとわかりやすいんですけど、水槽の魚に近づくとパパッと魚は動きますよね。でも2、3秒するとおとなしくなります。
そう、動くことで動物の扁桃体は落ち着くようにできているんです。さらにね、人間の場合は足を使って運動するとセロトニンが出てきます。でね、セロトニンは不安に効くお薬、扁桃体をリラックスさせる働きがあるだけでなく、ストレスホルモンの分泌量を正常に戻してくれる働きもある。だから嫌な身体症状も収まってくるというわけです。医学の父と呼ばれているヒポクラテス。ヒポクラテスは医学界のお釈迦様みたいな人で、素晴らしい教えを数多く残しているんですけど、その方がこんなことを言っています。気分が悪かったら散歩に行きましょう。それでもダメならもう一度散歩に行きましょう。今風に言えばセロトニンが出るまで歩きましょうということ。これが不安を消す一つ目の方法。簡単ですよね。でも実はね、これだけではうまくいかないんです。というのは、運動して一旦心が落ち着いたとしても、また不安なことを考えたら、扁桃体が興奮してしまいますからね。一からやり直しになってしまう。また運動しなければならない。ではどうすればいいのか。それが二つ目の方法。不安を書き出す。簡単なことだけど、これがすごいんです。面白くてわかりやすい話があって、鉄鋼王のアンドリュー・カーネギー。歴史的な大金持ちですが、ある時期たくさんの悩みを抱えていました。家庭の問題、会社の問題、身内の暴力事件、政治の圧力などなど。カーネギーは大きな不安に襲われ、思考停止状態に。もうわけわかめ、どうでもいいや、とカーネギーは自ら命を絶つ決意をします。鉄砲を取り出そうと机の引き出しを開けると、そこには便箋が。カーネギーはふと思います。ところで私の悩みは何個あるんだろう？書き出してみよう。箇条書きにしてみると約70個。すごいですよね。普通の人なら1つか2つだと思うんですけど、なんと70個。でね、カーネギーはこの便箋をチョキチョキ切って70枚のカードにしました。さらにそれを仕分けします。今すぐできるカード。今すぐじゃなくてもいいカード。自分には解決できないカード。で、自分には解決できないカードはゴミ箱に捨てました。そして、今できるカードを見つめて一言。なんだ、これだけか。余裕のよっちゃん。それより腹が減ったな。ということで、そのまま奥さんと食事に出かけたとさ。めでたし、めでたし。お分かりいただけたと思いますが、紙に書き出すと、もやもやと渦巻いていた思考が、綺麗に整理されて気持ちが楽になるんです。それだけではなくて、今すべきことが見えてくる。これね、例えるなら洗濯機。不安というのは頭の中で言葉にできないモヤモヤがぐる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 渦巻いている状態。手が出せない状態。そして紙に書くというのは山になった洗濯物を畳んでいる状態。綺麗に整理できる。悩みが小さくなる。そして次にやるべきことも見えてくるというわけです。で、ここで二つ目の方法をまとめると、まずは不安を全部書き出す。次に今できることを考える。一つ例を挙げると、明日は初デート、うまく話せるかな、嫌われちゃったらどうしようという不安。まずは不安を全部書き出す。うまく話せるかな、黙り込んじゃったらどうしよう、嫌われたらどうしよう、お腹が痛くなったらどうしよう、女の子の気持ちがわからない、ドタキャンされたらどうしよう。で、次に今できることを考える。話のネタを10個考えよう。不潔な男は嫌われるから今から爪を切ろう、靴も磨こう、洗車もしよう、念のためセイロガン遠い A を持っていこう、今からイオンに行って本を買ってこよう。あとね、自分に解決できないことはどうしようもないので塗りつぶしちゃえばいい。でね、実際に行動を始めればもう不安は消えているはずです。なぜなら扁桃体はもう大丈夫と思うと興奮しないようにできているからです。というわけで今回のまとめです。不安は一言で言うと扁桃体の興奮、今の時代にはほぼ必要のない大昔の本能、そして止めたくても止まらないというのが不安の厄介なところ。これを鎮めるにはまず運動。運動すると扁桃体が安心するだけでなく、ストレスホルモンの濃度も下がります。で、心が落ち着いたら次に不安を紙に書き出す。今できることを考える。ここまで来ればもう悩みは小さくなっているはずです。そして行動に移れば扁桃体はすっかりリラックスして、もう不安は出てこなくなるというのが今回のお話。ただね、ご紹介しました運動と紙に書き出すという2つの方法、これやり方があまりにも平凡すぎて
いまいち価値を感じないのか、実践してくださる方が意外と少ない。でもね、不安を消すのにこれ以上効果のある心理療法は他にないと思いますからね。いざという時にはぜひ実践してその効果を確かめてみてください。またね、不安を乗り越えるために行動することで人は成長する生き物ですからね。たとえ小さな不安であっても紙に書き出して解決する癖をつければ人間的にも大きく成長できると思いますよ。というわけで今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様に感謝して終わりたいと思います。